恋のぼり恋のぼりとは日本の風習で江戸時代に武家で始まった単語の節句に男児の健やかな成長を願って家庭の庭先に飾る恋の形にもして作ったのぼり紙、布、不織布などに恋の絵柄を描いたもので風を受けて棚びくようになっているさつきのぼり恋の吹き流しともいう日本鯉のぼり協会の統一見解では屋外に飾るものを 恋のぼり、屋内に飾るものを飾り恋という。元は旧暦の5月5日までの行事であったが、現代ではグレゴリオ歴5月5日に向けて飾られるようになり、イメージは晩春の晴天の日の青空にたなびくものとなった。ただし地方により単語の節句を祝う時期が違うので、旧暦の単語や、一月遅れのグレゴリオ歴6月5日とする地方もある。あと初期ののぼりは、 孫いだったが、やがて孫いとごいの二色となり、さらに青いも加わって、家族を表すようになった。ただし、過渡的に黒と青だけという組み合わせも見られた。また、孫いに赤い裸の男の子がしがみついているからのものがあるが、これは、金太郎と見られ、金太郎が自分より大きい恋を捕まえた伝説を元にしていると見られる。最近では、緑やオレンジ、紫、 ピンクといった、より華やかな色の小声も普及してきており、ところによっては、女の子も含め家族全員の分の声を上げる家も、ある。暖色の小声の増加は、そういった需要に応えてのことの、ようである。竿の先に回転球や籠玉、その下に矢車をつけ、吹き流しを一番上にか、孫い、日ごい、青鯉と、大きさの順に並べてあげるのが、一般的。 吹き流しはもともと五式の五式吹き流しであったが、後に、西雲や水晶、飛竜、鯉などを描いた柄物吹き流しも登場した。明治以前は和紙でできたものがほとんどだった。明治後半に、綿星、昭和30年代に合成繊維星へと切り替わった。しかし、少子化や住宅事情の変化さらに節句に対する価値観の変化から民家の庭に、 鯉のぼりが上がる姿を見ることは少なくなっていて、ベランダや玄関脇、室内に飾る小型の鯉のぼりが増えている。高速道路などでは、風速、風向を示す吹き流しが、4月5月には鯉のぼりに、取って変えられる場合もある。鯉のぼりはセック祝いに用いるが、主に宣伝、イベント用のサバ、ル。s k e t c h オ e s of Japanese Manners and Customs より、 上りには正規様の姿も見える。歌川広重、名所江戸百景より、当時はまだ西木鯉が普及しておらず、孫鯉の実が飾られている。節句の行事は平安時代からとされているが、もともと武家には、単語の結句に向けて玄関に、上りや旗差し物を飾る風習があった。単語の石区には役払いに勝負を用いることから、別名、勝負の石区と呼ばれ、武家では、 勝負と勝負と結びつけて、男児の立身出世、武運長久を祈る年中行事となった。江戸時代中期になると商人がこの風習を行うようになった。ある商人が、上りの関東の招き台と呼ばれる小旗のようなものを、中国の登竜門の古事から恋をかたどったものに変えて、掲げたところ、それが広まり次第に大型化したものが、のぼりとされている。江戸っ子は、 サツキの鯉の吹き流しと言われるように、鯉のぼりは、のぼりとは名付けられているものの、形状は魚を模した吹き流し形である。これは主に、江戸を含む関東地方の風習で、当時の関西にはない風習であった。天保九年の、唐都歳時期には、出世の魚といえることわざにより鯉をのぼりに、飾り付けるのは、唐都の風俗なりといへりとある。中国の生死、 二十四市の一つである五感書による古事で、高賀の急流にある流門と呼ばれる滝を多くの魚が登ろうと試みたが、鯉のみが登りきり、龍になることができたことにちなんで、鯉の滝登りが立身出世の象徴となった。栄達するための難関を、東流門と呼ぶのも、この古事に基づく。初期の鯉の登りは、孫いの一色のみだった。歌川広重の、 名称井戸百景では大きな孫い一匹が描かれている。明治時代後半から大正時代にかけて、孫いと日ごいの二匹を一体であげるようになった。日ごいはもともと男児を表しており、昭和6年の同様、恋のぼりでも孫を父親、日ごいを子供としている。しかし、昭和30年代後半にはさらに小さい青子いが加えられ、家族間の変化なども、 相まって日恋は母親、青恋が子供と再定義されるようになった。間もなく、兄弟姉妹を表す鯉として、緑やピンク、紫の鯉も含まれるようになった。日本では全国各地で鯉のぼりにちなんだ行事が取り行われる。鯉のぼりはいくつかの章歌、同様で歌われている。作詞、東久米、め、作曲、滝蓮太郎、鯉のぼり作詞者不詳、作曲、 広田龍太郎、コイン登り1914年作詞、近藤都、作曲者不詳、コイン登り1931年特に、交互調の3番目のものと、文語調の2番目のものが有名である。ありがとうございます。